なんで、俺たちが雑用ばかりやらされんだよ。まあ、僕たち、雑魚的だからね。だからこういう、荷物の運び作業を任されるのさ。バタフライ、それ言ったら、俺たち含む創造兵全員が、雑魚扱いになるんじゃないのか？撤回した方がいいぞ。あ、そう言われてみれば確かにそうや。僕たち、三等兵に昇格したよね。そうだな。昇格してから、こんな雑用な仕事に振り回されるとは。冗談じゃねえよ。おっと、そろそろまずい、話をしてる場合じゃねえ。あの嫌な上司が来るぞ。さっさと運ぶぞ。これなんだろう。何かしらの兵器だろう。この星の住民を始末するためのだろうな。はあ？やっと荷物運び終わった。正直辛かったぜ。これを何ケースも運ぶとかさ。うん、そうだね。これでやっと休憩に入れる。コーラ、お前たち、そこでぼさっとするな。まだ仕事は残ってるぞ。さっさと運べ。まだ荷物があるってんのかよ。もう勘弁してくれよ。休憩に入りたいのによ。そうだよ。かれこれ30分荷物全部運んだよ。うるさい、黙れ。飯と給料を抜きにするぞ。および、1週間の減給と抜きだ。わがままを言うな。はいはい、わかりましたよ。さっさと荷物運べばいいんだろ。わかったよ。いい加減、給料くれよ。まだ給料もらってないんだよ。3ヶ月経つのに。やかましい。そんなベラベラ喋ってる暇があったら、さっさと仕事に移れ。へいへい、この仕事きついな。おい、そこもう荷物運び終わったから、さっさと持って行け。わかりました。こんな大きいコンテナを2体で運ぶの？ああ、そんなの当たり前に決まってるだろ。さっさと運べ、この雑魚どもが。上だからっていい気になりやがって。このコンテナの中に何が入ってるんだ？その中にはこの星の資源をエネルギーに変える生物兵器が入ってるんだ。迂闊に開けるなよ。だってさ、運ぼう。ああ、この仕事やめて。
エネルギーの吸収の準備はできています。あ、はい、わかりました。今すぐ実行します。では。ふふ、この寒い中あなたたちとはおさらばですよ。それはどういうこと？さっきの妖怪の力もエネルギー吸収で。早くここから出して。寒いよ。大丈夫ですよ。今からあなたたちの生命を吸って凍えないようにすぐに楽にさせてあげますよ。もっともあの夜気になりますがね。クックック。ノイズ報告よ。兵器を開発する荷物が発送されたわよ。ご報告ありがとうございます。では妖怪の山の警備に当たってください。さて、私は一旦ここを離れるとしますか。問題はないでしょうし。誰か絶対に助けに来てくれる。ああ、早くここから出たいよ。こちらの兵器の発送が完了しました。では、こちらをお受け取りください。ありがとう、そこに置いといてちょうだい。なるほど、こんなに兵器がたくさんあるのね。なかなか素晴らしいものだらけですわ。この中にどんな兵器が入ってるの？あ、それに触らないでください。かなり危険な爆発物が入ってます。その中には、小型爆弾と生物兵器とミサイル、PVMS、電脳薬、マグナム系が入ってます。どれも危険なものばかりなので、絶対に触らないでください。それは我々が運ぶので。じゃああなたたち、お仕事頑張ってね、ジェ。幻想郷に何が起こっているのか説明してほしいのだ。幻想郷は創造軍とかいう勢力がここに攻めてきて、この幻想郷を UFO と生物兵器で制圧したのよ。奴らの目的はこの幻想郷を氷河期にして幻想郷の自然や資源などを奪い尽くすことらしい。なぜそんなことをするのか理由は不明なんだけどね。で、上波美さんから聞いた情報によると、奴らは武器や生物兵器とかいうのを運送しているらしいわ。それで私たちを排除しようとしてるわ。な？兵器で私たちを排除するって？なんて奴らだ、恐ろしい。先に兵器、そういうのを壊してからでもみんなを救出するっていう手があるんだけど。いや、それは無理よ。無数にあるのに何個も壊してもキリがないし、作り直されるわ。それに、怪物たちの数は計り知れないわ。そんな方法で実行するのは、あまりに無謀よ。先に、私たちの生命を奪う、兵器を壊すのが先決よ。それに、一刻を争う事態よ。今の生存者は、私たちだけよ。だから、私たちが何とかしなくちゃいけない。たとえ、自分たちが弱くても、立ち向かうことよ。この恐ろしい大異変を止めるのは、私たちがかかっている。どんな強い敵に会おうが、絶対に逃げちゃダメ。敵に背を向けて逃げたら、それこそ、この幻想郷の終焉よ。ああ、そうだな、幻想郷を奴らに、好き勝手にさせてたまるか。幻想郷が氷河期にされたら、私たち、妖精が消滅する危機でもあるわ。幻想郷のみんなを救出してから、この大異変の黒幕を倒す。この先は危険が待っているわ。気をつけて、異変を解決するしかないね。私が好きな春でも危機なんです。なるべくすぐに解決したいですね。絶対に、一人たりとも、犠牲者を出してはいけないんだ。私たちに歯向かう怪物たちには、対応に変わって、お仕置きよ。ハニー、それ某ヒロインアニメのネタを言わないで。あはは、これ言ってみたかったんだよね。で、ネタ発言はともかく、次の目的地はここよ。
うのは妖怪の山よ。そこは魔法の森とは違って危険よ。妖怪の山は確か、妖怪がたくさん住んでいる山のことよね。天狗が見回りしているのなら、天狗から交渉してもらえれば。いや、そういうわけにはいかん。天狗たちが排除されて、敵の縄張りにされている。天狗たちは今頃、奴らの餌食か、実験体にされているらしい。奴らの UFO とかいう、乗り物に囚われているらしい。わしは一度、あいつらに囚われたことがあるんじゃ。囚われている間に、奴らの情報を盗み聞きしたんじゃ。とある人から檻から出してもらって、ここまで来たことがあるんじゃ。妖怪の山があいつらに乗っ取られているのは分かったけど、そのとある人とは、一体誰なんだ？その人は名を名乗ることもなく、そのまま立ち去ったんだ。その人は、人里の人間じゃ、見かけない人だったんだ。つまり、その人は、外来人の可能性が高いわね。見かけないなら、人間の里では見ない、服装を着ていたことになるわね。その人の特徴はわかるかしら？知っている限り、教えてもらいたいんだけど。いや、逃げ出そうとした時に奴らに見つかって、パニックで特徴も忘れてしまったんだ。だから、その人がどんな人だったか、覚えてない。そうですか。その人が今、どこにいるのかわかりませんが、どこかで会えるかと思います。さっきの妖怪の山の現状についての、話に戻すが、どうやら、妖怪の山のふもとで、兵器の流通を、行っているらしい。さっき、妖精が言ったように、兵器を破壊するのは無謀だ。奴らに返り討ちに遭ってしまうだけだろう。妖怪の山に行って、里の人間たちや、その他の仲間を助け出してくれ。妖怪の山の警備は凄まじい。一筋縄ではいかないぞ。おそらくそこに、敵の大軍が待ち構えているだろう。監守や、敵の幹部が、巡回している可能性が高い。たとえ、君たちが能力を使ったとしても、能力センサーで感知されて、一発でバレるだろう。なるほど、大体のことは分かったわ。私たちの作戦を対策されたのなら、私たちが、その敵の対策を、対策すればいいわね。無理やり強行突破よ。私たち、妖怪の怖さを思い知らせてやるんだ。妖怪の山に何があるのかは分からないけど、危険でも救出しなくちゃいけない、その覚悟はできてる。それに、仲間がこんなにいるんだ、心強いし、負けるはずがないわ。そうだそうだ、リグルの言う通りだ、みんなでうまくやれば、強行突破できるはずだ。だが、今は夕暮れを過ぎている、体力を回復させて、明日に備えて、妖怪の山に行く、準備をするといい。そうね、今日はもう疲れたわね。今のうちに作戦会議をして、お酒を飲んで夜食を食って、明日の準備をしましょう。なんか、息苦しい。つか。は？は？は？なんだ？夢か。それにしても、嫌な夢だったな。怪物に襲われる夢なんて。ん？今は牛の刻なのね。まだ夜は明けてないわね。おやすみなさい。昨日は悪い夢を見た。うのこきか。みんな、この時間に起きてるのか。まあ、異変起きたままだし、早期に解決しなくちゃいけないのは、当たり前だよね。よいしょっと。起きなくちゃ。スター、起きるの遅いよ。もう、みんな準備終わってるよ。まあまあ、昼の、許してあげてよ。こんな時間に起きるのは難しいし。みんな準備終わってるの？早く私も、朝食食って準備しなきゃ。みんなお待たせ、私も準備終わらせてきたわ。よっしゃー、早速冒険だ。遊びじゃないんだよ、キルノ、みんなを助けに行くんだからね。わかってるよ、そのぐらい、あたいは最強なんだ。最強の割にやられやすいんだよね。キルノは手技が蹴るからな。ウノ国だから、今の時間帯は、奴らは起きてないはず。あいつらが起きる前にさっさと救出しましょう。
こんな時間に起こして、仕事なんて、マジでありえないんですけど。まだ朝の4時なのにありえないんですけど。もっと寝たかったんですけど。仕方ないだろ。急な仕事が入ったからな。至急、お前にも仕事をしてもらう。こんなの、ブラック企業なんですけど。俺は老友たちの面倒を見なくてはならないな。